それと末期がんなんだけど、うちに通院中にもうあの私も逆にもう笑ったけどね、あのその余命半年以内って言われてる人が3回目ぐらいに来た時に、先生報告があるんですって言って、なんだよっつったら、まだ2枚かな、もしよかったら2人に誕生日のバースデーソングって歌ってもいいですか？じゃあ、昨年内海先生のドキュメンタリー映画を監督させていただきました橋本由紀と申します。よろしくお願いいたします。改めまして皆様こんにちは。まゆみさだおの娘のまゆみさおりと申します。割と、まあ、父が商会で、まあ、親の職業を継ぐものだっていうのが、ね、一般常識かもしれないので、私もお医者さんなんですかっていうふうに言われるんですけど、全く違います。普通の仕事をしてます。普通、はい、うつみと申します。東京上野で、病院や NPO 法人をやっておりますけれども、今日は私に撮っていただいたドキュメンタリー映画の、まあ、1周年ということで、打診された時にスケジュール上はその次の月までいっぱいだったんですけど、たまたまこの10月9日だけ本当に空いてたというのがありまして、まあしょうがないかなといつも見るたびにこの映画って違うんですよね。あれこんなストーリーさあったっけみたいな、前見た時はそこに気づかないのに、今自分に必要なことっていうのがすごくこう入ってくる映画だなっていうのは見ていて思って、今回スピリチュアルっていう言葉はあれですけど、内海先生ってそういうところがなんとなく否定的に思ってたのかなって思っているんですけど、最近なんか希望とかあれか、いろんなワードもちょっとなんか SNS で出てたりして、なんかあれは全て本を売るためですからねさっき真由美先生が臨死体験の話をしてて、なんか魂かも分かんないけど浮いてるみたいな話を聞きながら、いや俺あさって魂がないって講演をするんだよなと思ってその父の教え上、死ぬっていう感覚がないんですよね。だから、まあ、なんだ今回も一緒だけどこの後も一緒だし、多分前も一緒だったんだなっていう、その記憶が自分の中にあるから、正直今父が亡くなって2年経つわけですけど、やっぱ私の中に確実にいるし、まあ、こうやって皆さんがここにいるっていうことはやっぱり父は死んでないしっていうところから、まあ、魂が死ぬのかどうかわからないけど、記憶はずっとずっとずっとつながっていくんじゃないかな。それは今日いっぱい泣くと思うねすみませんでも今日は私と一緒に泣いてください。私は今日はお笑い役ですどうやってみんな笑わせるか先生はなんかその湧き水が出てる綺麗だなとか、そういう時に綺麗だなとか思うんですか妊婦さんたちっていうのは電気のあるところでは過ごさない。例えばご飯一つ炊くのも薪を炊いてやってたわけだけど、自然は毎日違うわけですよね。で自分の中に自然注力があるとしたら、やっぱそのこの外の自然もわからないと、この中わかりますかっていうところが先生の伝えることで、ご飯は炊飯器1個、スイッチ1個押せばできるけれども、そうじゃないんだよって、その過程、その結果じゃなくて過程を知ることが大事なんだよっていうことを言っていて、私がいつも言っていた、まあ、言葉っていくつかあるんですけど、映画の中ではそのしてはいけないとか、ね、しなさいしてはいけないとか、早くしなさいということだったと思うんですけど、それと同じぐらい言ってたのはその何もしない。そうだからどうしても私この映画をね、せっかく上映していただいたので言いたいことがあるんですけど、私この中で泣くじゃないですか。でこの映画って3年間撮っていただいた中の90何分なので、私に撮ったら全部がこう自分のストーリーとして入ってるんですけど、ある方からなんで泣いてるのって言われて、あそっか説明してないなと思ったのでお伝えすると、で今日血を抜かなかったら、まあ、死んじゃうよっていうところになって、でここもね一応父と話をしてどうするって、うん、このまま行くのも人生だしどうするっていうふうに聞いて、まあ、今回は、まあ、じゃあ血を抜いてもらいましょうかと。ね、知らない方からしてみたら、
先生に元気でいてもらいたいとかっていうことがあって、まあ、いいサプリがあるよとかいい整体師がいるよとかそういうことを言われることが私にとって苦痛で、まあ、自然体でいることをずっと教わっているからね。でその時に、まあ、梅津先生が、まあ、80なんだからって言ってくれたあの一言が私の中でポーンと切れたところがあって、長老会議に行った時は私はなんか真由美先生がこの場にいたらどんな風に言うんだろうなとかどんな風に思うんだろうなみたいなのはすごい思っていたんですけど、なんかその存在を感じるっていうか本当に死んでしまった後もこうやって残っているっていうことがすごいことだなっていう風に私は思って見てたんですけど、あのユークアラが言ってることはなんかすごくこう、なんていうの、真由美先生のデジャブなところがね、まあ、実際に結構聞いてて あったなっていう、それは私も本当に勝手にデジャブは起きてたなっていう、あもうこれ聞いたことある、聞いたことある、聞いたことあるって本当にノックダウンするような状態で、多分私は先生みたいなスピリチュアルって言葉って大嫌いだったんですよ。本当に大嫌いで、宇宙とかも大嫌いで、何が嫌いって見えないものもあたかもあるよねみたいに話す人たちが大嫌いだったんですね。だけどやっぱり父が私に見せてきてくれたものっていうのはやっぱ見えないものなんですよね。みんな病気じゃなくて病態を見てる、ここを怪我したらここしてみたいないじゃないですか。でも父はこんなとこ見てないので、そう、これはあの皆さんにもお伝えしておきたいんですけど、私が大学の時に父のところに京都の、ね、おじいちゃんから電話かかってきたんです、初めてのね。でその人の内容は何だったかっていうと、まあ、自分私の病院はあの、ね、本当に古い医学をやってる病院なんで、まあ、代替療法の病院だと思って皆さん来ますけど、代替療法を別に推奨したりとかあんましてる病院ではないのでね、内なる海を見つめての方に出てる話でもありますけど、まあ、精神療法に最も時間をかけるし、そもそもそれ以前に精神療法以前の問題のことからほとんど話をするんですよ。まあ悪く言うとがん患者とかに早く死ねお前みたいな感じで普通に毎回言ってますんで、うん、なんで早く死なないのみたいな、はい、だってもうそのまま悪くするようなことずっとやってきたんだし、そもそもだってなんで生きてくるかよくわかんないんでしょみたいな、なんで生きてここで喋るみたいな、で今プレゼン、はい、今から10分プレゼンとかって言うからみんなフリーズするんですよ大体結局みんな考えたことはないんですよね。はあ、だったら別にその治療とかをするというそもそもの目的がないということになりますから、ああそれがない限り真面目にやんないんですよ誰も。あの先生の映画をご覧になった方ってどれぐらいいるんですかね、今日一緒に。おおすごい、うん、やっぱあれ見ていただいたらその先生が死ねとか言ったけどその意味も分かってもらえるんじゃないかなって、本当に素晴らしい映画だなと思うんですけど、私やっぱり先生と父があのラジオ番組をねしていた時期があるんですけど、すごく強烈に覚えていることがあって、まあ、そのみんな病気を治したいとかそういう人たくさんいるんですけど、先生がおっしゃったのはもう精神をやられてる人は精神を叩き直すしかない、薬じゃ無理だ、もう本当に当たり前のことは当たり前に言ったけど、その当たり前がほとんどの人についてないんだなっていうところ、たまたまあの吉村先生のところに一緒に行った仲間の一人が言ってくれたんですけど、まあ、彼女はもう子育てが終わっていて、その後に父に会ってあの私の子育ての時に先生に出会ってればよかったって思わず言ったら、父からその当時探したのって言われて、もうか勝ち割られたって言ってて、やっぱりその考えてないんですよね、自分がなぜそれになったのか。でだからうちの母も看護師だったし、まあ、自分が余命宣告された時はどういう風になるのかなっていう、そのこの世的な、まあ、手順が見えたと思うんですよね。で医者からその足を切って抗がん剤を打っても2年の命だって言われたけれども、まあどうせ死ぬんだったらこのままで死ぬわって言って30年以上生きたわけですよね。で父から見たら数値的に死んでる人間が目の前にいる、やっぱり私たちのその数値では、計り知れない何かがここの中に宿っている。あ私だって人生でクソ死ねアホとか人に言ったことないけど先生もずっと言ってるわけじゃないですか。本当すごいなと思って、もうこんなに面倒くさいことしてる人はいないなって。いい人なんですよ。吉村委員でね思い
い出すのが、あの私の患者さんで、女性の患者さんだったんだけど、あのもう末期がんですよね。まあ、うちはたくさんそういう人来るんですけど、まあ、SNS にちょっと載せたことあるかな、見たことある人いるかもしれないけど、それと末期がんなんだけど、うちに通院中にもうあの私も逆にもう笑ったけどね、あのその余命半年以内って言われてる人が3回目ぐらいに来た時に、先生報告があるんですって言って、なんだよっつったら、まあ、初めてその先生のクリニックに行った時に、まあ、SNS ではね、まあ、ああいう怖いことがいっぱい書いてあるかもしれないですけど、そのクリニックの入り口に、あの先生のおかげで卒業できましたとか、そういうのがいっぱい貼ってあって、その中で、まあ、衝撃的だったのは、その17年かかってお薬と卒業できました、先生ありがとうございますって書いてあって、17年間もその飲む飲んで、私からしたら薬って何、飲んだらこう治るぐらいのイメージで使うのに17年使ってっていう発想が私には分からなくて、先生に17年ですかって聞いたら、こんなのよくあることだよって言われて、衝撃的だったんですけど、続きは先生の映画で。最強はね、89錠ですね、1日89錠、89錠ってか、薬で治るっていう発想がやっぱり私には分からないし、そもそもなんで治さなきゃいけないのっていう、その自然治癒力っていうものが何かっていうと、私からすると天気と一緒だから、今日は晴れですね、今日は雨ですね、今日は風ですねっていうところを人間がこう崩すことはないわけじゃないです か、 だから自分の感情であり自分の肉体が今日晴れであっても雨であっても風であってもそうなんですねって言えばいいわけで、なんでそれをこう直さなきゃいけないんだろうっていう、でそういった中で私は父にどういうふうに教えられたかっていうと、もうね、あの言われた本にはすごいがついてると思うんですけど、患者さんたちに対して言ってたのは、もう一般の人たちは医学なんか学ぶなって言ってたんですよ。すごい、だから多分指摘に来たお母さんたちはイラッとしてもう二度と来ませんって言ってたと思うけど、その時に父が言ってたのは、その代わり生理学とか生物学とかを学べと、その動物、まあ、自然界の仕組みが分かれば分かるはずだ以上みたいな、でこれからも新しい病気とかウイルスとか出てくるかもしれないけど、そんなものに戦う時間は正直ないです私。もう仲間と一緒にいて、仲間と過ごす方が私にも大事だし、やっぱり父が教えてくれたことはそれだから、だから本当にもう知的になるのもったいないからやめてくださいって思います。ただ先生の3人に聞きたいことなんですけど、はい、全然この映画と関係ないんですけど、はい、3人が思ってる子供の可愛いところってどこですか？誕生日のバースデーソングって歌ってもいいですか？じゃあ、打つねでいいですかね、一周年記念だからね。じゃあみんなで精一杯、あの今日来てくださったことに感謝だし、ここまで命を、ね、つなぐことができたみんなに感謝して、宇都宮先生に、バースデーソングを歌っていただきたいと思います。いきます、せーの、ハッピーバースデー